おはようございます。ティーダット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。はい、最近ですね、私は思います。まあ何かしらやっぱ一人暮らしって出費多いなーって思いました。家のもう実家住んでた時はまあ給料のまあ5万か。まあ、給料のって言うとあれやけどめんどくさいから、5万ぐらい払ってたんですよ。はい。いかにそれが少なかったかっていうのがちょっと分かってきますよね。実家に言うとまあね、どうであれ、まあ、親がね、毒親ということで私の親は有名ですけど、まあ、なんだかんだと言ってね、ご飯はあるし、まあ、ご飯あるとしましょう。あるし、ね、電気代とかね、ネットの通信代とかは払われるじゃないですか。僕が払うのはさ、それこそもう、携帯のお金だったわけですよ。一人暮らし始めると、水道代、電気代、ね、すべてのしかかって、かつ食費とかね、増えてくるんで、その5万をね、優に超えることになります。いやー、そう考えると一人暮らしって大変なんだなと思います。ちなみに私のね、給料はですね、今回なんですけど、いつも、まあね、バトルにね、編集をしてるじゃないですか。編集をすることでやっぱりさ、まあ、テロップ出してさ、そのモンスターの体勢とかさ、ちょっとしたツッコミみたいなのをね、個人的に好きなんで入れてるんですよ。はい。あくまでちょっと個人的な趣向でちょっと入れているんですよ。ちょっと思ったことがあるんですけど、まあ、大体一つの動画にかける時間が、まあ、90分とか、大体90分からね、150分くらいですよ、最近かける時間が。これ編集事情を言うのはまた久しぶりになってくる。いつぞやの文字動画くらいになるんですけど、そう。だいたい90分から150分くらい一つの動画に編集してるんです。はい。ちょっとね、思ったんですよ。編集の時間を、区切ってしまうっていうのはどうでしょうか。結構地獄の縛りなんですけど、これ編集してるじゃないですか。その編集を、時間を制限してみようかなって思います。結構何言ってるか分かんないと思うんですけど、皆さんついてきてください。なんで、1試合にかける時間を、の編集時間を、区切ってみようと思います。なんで、極端に編集してない動画が出てきたりするんですけど、皆さん許してください。はい。というわけでね、今から3回ちょっと、試合をやって、その3回を時間を分けて編集してみるっていう形で、ちょっとやってみたいと思います。ちょっとまたこの編集シリーズというね、新しい試みですけどもね。はい。やっていこうと思います。というわけで、編集のね、画面です。こちら。いつもこんな感じで編集してるんですけど。じゃあ、編集始めまーす。よーい、スタート!よし、編集だ。タイマーなった。くそー、全然集中できない。さあ始まりました。1試合目はモンスターマスター同士の戦いです。ロンダルキアチームとね、僕のモンスターマスターチームでやっていこうと思います。結構なんかもういきなり1戦目からクライマックスな気がしてるけどね。こういう試合を今日はね、プレイヤー対戦みたいな感じですよね。やっていきたいのやっていきたいのはプレイヤー対戦みたいな感じでね、いつもと違う思考でやっていこうと思います。いや、どうなんだろう。ロンダルキア個人的に好きっちゃ好きなんだよな、俺も。そう、好きなチームではあるからな。悪魔の罪アート。会心を出していく。開幕ね、バズズがね、ここで会心の一撃を出していくね。これが切り込み隊長、バズズ。ちょっと気になるのはね、右上さっき見たと思うんですけど、モンスターマスターのレベルが69であること。あれバズズがあまり本領を発揮できていないような。さあ、今度はカブト小僧が勝ち上げに行く。はい、いいね、421。アトラスとかベリアルがね、身の守りは低いタイプなんで、一見 HP 差はロンダルキアの方が上なんですけど、おー、やばいよ避けよった。ドラゴンひょいって避けたら今。さあ、ここでカラッペちゃん、メンタルコマンド。ロンダルキアはね、状態上に弱いんで、そこを狙っていけるか。おっと、誰か聞いてる。誰か聞いてるよ。あ、バスズ聞いたー。バズズ聞くのは辛いんじゃない?これ結構。
ね、一見ロンダルキアの HP 有利だけど、状態順に弱かったり、防御面が弱かったり、あ、効くねヨナズン。わ、結構食らうんだな。さあ、ここで、はやぶさ切り、炸裂。うわ、強っ。さあ、ここで2ターン目ね、動けないのはでかいんじゃないかい？バズズが動けないのはでかいよね。悪魔の爪痕めっちゃ強いからな。それが動けないっていうのは、だいぶ強い。頭抱えてんな。ただ、11交換にはなってるんで、まあ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 って感じかな。カラッペが11交換だからね。さあ、勝ち上げよ。カブト小僧がこちらも。カブトの角で勝ち上げ！あ、よいしょー！いいねー。これワンチャン止まるよ。あ、ここでカラッペ。これでね、ベリアルとかアトラスを止めると、だいぶでかいんですけど、さあどうでしょうか。メタルコマンド。おっと、おっと、おっと、あ、あ、あ！うわぁ！やっぱロンダルキはそうなるか。カラッペ強いな。さ、だって、切りつける。うわ、ハヤブサの剣でここから切っていく。ハヤブサ剣じゃねえよ。ハヤブサ剣だ。破壊の一撃？カブトこそ！あ、打撃体制の上から？打撃体制の上から行く。いやー、これどうなんだろうな。いや、お互いいい勝負してんな。ここでちょっと SP 使おうか、お互い。お互い SP で行きましょう。お互いダメージカードできまーす。まあ、いろいろあったんだけどね、選択肢は。ちょっとここはね、下手に迷わずに、お互いダメージ系でいきましょう。こちらはビッグバンを打って、返しに打つのは、まあ、ダメージ系に設定したはずなんで、はい。ギガサラッシュ！この50の差どう響くか。いや、でもちょっと負けてんな。でもこのターンわかんないよ。メンタルコマンドしたらだいぶ違う。あ、やべ！これ来たよ！ここでメンタルコマンドを打っていく。ああ、また止まったな。バズズ動けねえ。やっぱバズズこうなるか。てか、ロンダルキアチームで組んでると余計だ。おっと、これは最、やべ、これ最終ターンに決めてくる。これはもうね、理想的ムーブですよ。溜め量することによって最終ターンに全て持ってこうとしてるもん。いやー、ここでバズズ動けないのきついんじゃない？さあ、溜めるから輝く息を振っていく。どんぐらい効くんだろうね。あんま効かなさそう。あ、効くわ、ごめん。ベリアルがここでヒュッと避けました、ちなみに。また避けとる。なんかやたら避けんね。あ、粉砕的撃？おー、いいね。これ、次のターン分かんないよ、まだ。バズズとか走る可能性あるよ。そうだね、バズズが走る可能性もあるし、まだまだ分かんないよ、これ。これいい勝負してんね、ほんとに。え、一戦目からクライマックスすぎない？さあ、ここで、ハヤブサギ、ため、さあ、ハヤブサギ、はい。はい、ウォンと、さあ、うわ、カブサこそが行ったら勝ち。おっと、ここでしかしバズズが、バズズがここで、はい、バズズが、ああ、会心出せばワンチャンあるのか。いい勝負してんだ。待って待って待って。なんで一戦目からこんないい勝負してんだ。おー、なるほど、なるほど。ここで、カブトこそが最後に決めるか。最後にの一撃がこれで、入った、入った、いい勝負だった、普通にいい勝負だった。へえ、いい勝負すんね、君たち。さあ、続いての対戦は主人公1チーム同士の対決ですね。はい。まあ、森井レンタルチーム。好きなね、大好きな森井レンタルチームとね、2Pチームはフォースを使ったチームとなっております。主にフォースで大打点を取るタイプのチームですね。お互いちょっと1ターン目が総計にもちょっと使わせていただきましょう、ここは。ここは1ターン目が総計に行きます。総計スペシャルカード。まずは1回目、進化の表、森井レンタルチームの特権ですね。これで勇気がね、全然違ってきましたよ。2ターン目で赤のつばせりをすることも可能なんですよね、こうすると。そうすると、ほとんどの確率で有利取れるんで、ただこちらはフォースで削り切りを狙うチームなんで、このターン大事かもしれないですよ。こっちの 2P チームからすれば、このフォースで一気に削りたいところですからね。おっと、扇風機になってしまうのはよろしくない。扇風機はよろしくないよ。新ハヤブサギでよかったね、そこは。うまいこといけばね、3ターンで勇気を貯めることもできますからね、このチームなら。さあ、低いをする。ここで低いをしてね、どんぐらい出るか、多分出なさそうです、ちなみに。あー、ドランゴ買って、ドランゴ炎に強いね、君。さあ、フォースからの輝く息、これどうだろう、炎の戦士大丈夫かな。うわー、大打点だな、こりゃ。いや、痛い痛い痛い、痛すぎ痛すぎ。かまいい。嘘！え？なんだよ、それ。え、どうす、ちょっと待って。嘘でしょ。ちょ、聖女の盾ガードしてないし。嘘嘘嘘嘘だよ、そんなに嘘じゃん。ちょっと
と待ってよ、それは嘘じゃん。マジ？え、マジ？マジ？フォース強すぎ？ちょっと待って、フォース強すぎ。フォース強すぎんか？ちょっと。このターン、つばぜり合いのターンしましょう。いや、これ、お互い勇気並んじゃったじゃん、しかも。よっしゃ、7秒式と2秒式で勝負や。あ、黄色なんだ、こっちは。あ、ごめん。4、3、2、ここ！おーい、勝ちだね。でしょうね。もう、勇気ゲージの時点でバレてたわ。2秒式強かったな、今日の。さあ、主人公を止めるためのつばぜり合いですね、これ、どっちかといえば。やっぱ主人公ってやっぱ強いじゃないですか。スターライトとかね、強力な技もあるし、ステータスも高い中、主人公を止めるためのつばぜり合いという形ですね。ただちょっと怖いのが、あと何、あと3、あと2ターンとあるの大丈夫これ。ねえ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 、あと3、これさ、あと2ターン耐えるんですけど、この HP で。無理なんだよな。どう見ても無理なんだよな。いやでもここから勝つのも醍醐味ですよ。こっから勝ったら神回にはなるからな。で、勇気も溜まる可能性は十分あり得るんで、まだわかんない。この構えじゃ大事かな？ 3！ どうだ？ああ、あ、いや、まだ諦めないよ。このまま決着つかせたまるかよ。森レンタル、俺の大好きな森では裏切らねえんだよ。そうだろ？こっから返せ。いけるぞ。いけ！し、うん。はやぶさ切り！いや、これ1回でしょ。うわぁ、しかも1回。いや、森で破れるのか、森で破れるのか。天使の歌とかやったら、一品がもしかしたら天使の歌とかやったら、ね、可能性あったかも。うわ、終わりそう。ここで、あ、これで決まるか。うん、悲しい。悲しいよ、俺は。DLC 強えよ。Wi-Fi 対戦やってた人さ、やばいって思ったんですよ。まずここでカウンターの構え、2回攻撃なんですよ。はい、滅四刀流が2回攻撃。どっちが強いかはっきりさせようじゃねえの。まさかこんな形でな、こんな形でね、出会うことになると思わなかったよ。もうパーティー的に見ればわかりますよね。DLC のこの前ね、出てきた最強パーティーです、これは。はい。もう DLC のめちゃくちゃ強いパーティーと、DLC なしのめちゃくちゃ強いパーティーがぶつかってます、今。最強同士がぶつかってるっていう感じですよね。さあ、デンタリッチバトマスはね、DLC のね、ハヤブサリカンドを超えるのか。もう見物ですよ。ひどい場合、2ターンで本当に溜まるからね、こっちは。それが怖い。ちょっとこれも待つかな。テンションカウンターの構えです。これはテンションカウンターの構え。よく選んだな。来い！カウンターの構え。さあ、ここでカウンターの構えが通る。さあ、ここで。うわ、嘘でしょ？今度はだいぶ、うまいこと選んでんね。あー、これは、どっち？あ、2回攻撃してかも。やばいぞ、これ。勇気量が。ここのシーン、はやぶさ切り2回はでかいんじゃないの？どちらかといえば、この魔王の使い、キラーリカンド。ね、バトルマスターは、まあ、いや、もちろんね、筋からにもして、あ、スターブレイはキラリカンドに行くの？え？あ、会心だからか。会心だから何でもいたのか。いや、これ、きついぞ。来るぞ、反撃。いやー、これは厳しいぞ。そう、普通はね、確かにこの筋からに任せて押し切ることはもちろん可能なんですけど、何より、ごめんね。何で淀んだ、今。何よりね、この
この圧倒的な有機補正を生かして、あの2ターン以内に溜め切ることもできるっていうチート劇ですよね。ちなみにスターフレアがね、魔王の使いにね、打点を取れ、スターフレアが魔王の使いに先ほど見たように280の打点を取れるんで、もしかしたらデンタリッチ側は削り切る方がいいのかもしれないですね。さあ、メツ4刀流、これもね、あの、2回攻撃の可能性がありますが、ここは攻撃していないね。うん、ここはさすがにしていない。さあ、ローリングソーサー、ここでどんぐらい出るか。またはね、デンタリッチももちろん、どちらかといえばお互いのパーティーとも耐える主軸なんですよね、こうしてみると。まあもちろん火力もあるよ。水準の火力を持ってながらも、大会でもその耐久力を活かしてね、大暴れしたデッキでもありますんで、うわぁきっつこうなると 2P 側もう一気にやばいぞ。ここは 2P 側で P 使わざるを得ないでしょう。つばぜり合いしてもこの有機量で勝てるわけがないんですよ。見込みがなさすぎる。ここは来ましたよ、グリンガム。最強 SP グリンガムで止めにかかりましょう。適性はかなりありますんで、こちらも止める可能性は大いにあります。テンションカウンター止めればね、全然話が違ってくるからね。さあ、テンションカウンターの構えをこっちも取って、カウンターの構え。さあ、これね、スターフレアで止めないと多分ね、やばいな。さあ、魔王の使いに打点は取れます、だいぶ。おっと、これは止めたね。これ止めた。さあ、グリーンガム、これ、有効に働きました。グリッチブチの攻撃動けなくなった。スターフレアをちゃんと選んだのでかいね。まあ、スーパーアルファでもね、もちろんね、良かったね。グリーンガムある以上は。いや、この打点はでかいよ。285×2 はやばいね。ここでオーバーキル発動。さあ、ここで、ああ、マッチシーン入るだけで動いたら負けだぞ。2回だったら負け。あ、これはでも1回じゃない？おー、1回で済んだ。このターンに勇気たまんなかったよ。一応このターンに勇気はたまんなかった。あ、今日のナイトリッチはね、このチャンネルってなんか知らないですけど、ナイトリッチが弱い傾向にあります。なんででしょうかね。ナイトリッチといえばね、大会でも名を馳せて使用率1位でめちゃくちゃ強いチームだったんですけど、あ、これ待って、ローリングソーサー、これキラリカが、え、効果抜群ってこと、まさか。おお、おお、さあ、これはね、つばぜり合いですね。つばぜり合いしましょう。この、これ、失敗しても、怒んないでね。あ !4、3、2、ああ、これは行きましょう。うわこれ、斜め式でなんでここでスマックス出た、すごいぞ。そうだよな、当然の流れだわ。これは大幅に7秒が勝った。7秒すげえ。さあ、このターンね、 1P チームが全て行動不能っていう大幅有利を押し付けています。今、いや、これで有機補正をなくすのでかいな、マジで。有機補正なくすのやばすぎでしょ。あとはね、なんだったら 2P チームが耐えればいいんですもんね。なんだったら 2P チームが耐えればもう勝ちですよ。いやー、そういうことあんだ。さあ、これ大幅にね、差がつきましたよ。有機量的にも差がついてるんで、 2P チームの場合、このターンを耐えればもはや勝ちレベルです。さあ、どうだ。このターンで決まります、多分。ただこれスターフレアの関係上削り切っちゃうかもしれないね。おうおう、ここでマウンズが避ける。結構避けんだな、お前。いや、でも勇気たまるでしょ、このターンにありゃ。さあさあ、マウンズがここは当たる。さあ、どうだ。ああ、なるほど、守備力が下がるからアナウンスないのか。なるほどね。さあ、まだわからないとこではある。めっちゃ見どころある勝負じゃん。これは2回攻撃発動してますね。まだわからない。ここで会心出て一気にひっくり返るかもしれない。はい、早すぎり。おー、会心出ない。削り切りは難しいかな。これ1P チーム削り切れないかな。メツ？いや、勇気で追いつくからもう不可能ですからね。さあ、4刀流。なるほどね。あー、全然効かんない。2回攻撃もしなかったね。マウスが調子悪いね。さあ、今度はどうだ。3回目の正直、ドン、当たった。あー、これ勇気溜まって勝ちだわ。これはいい勝負したわ。めちゃくちゃいい勝負すんじゃん。
つばぜり合い拒否してれば変わってたかな。みゆき溜まりましたね、 P は。もう無理かな。さすがに無理かな。無理だな。無理だな。勇気溜まりました。いや強いの、いい勝負だったもん。ちょっとつばぜり合い次第だったけど、マジでいい勝負してたよ。いけ天空の剣、プロモーションムービーの相場の一撃。いやー、いい勝負だったわ、マジで。いや、俺もどっちかって全然わからんだもんな。いい勝負したわ。はい、というわけでね、今回は、どうなってるのかわかんないですけどね、対戦3本して、編集時間を区切ってやってみました。どんな感想になるかわかんないから、多分編集後の僕がね、今から下にテロップポンって出すと思うんですよ。感想を。てか、普通に名勝負が多かったんだけど、割かしさ、名勝負だらけでさ、編集しなくてもそこそこ面白い試合だったんだけど。はい、というわけでね、今回はこれぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。